プティトサンチュール、プティトサンチュールはかつてパリ市内のブルワールでマレーション内部を運行していた環状鉄道路線である。1852年から1969年にかけて断片的に運行を開始していったが、大部分は貨物船として開業した後、旅客化された。ただし、オートゥイユ線、オートゥイブローニュ、 ポンカルデネカウとして開業した部分は、1854年の当初から旅客船であり、貨物輸送が遅れて1867年から行われた。メトロとの競合が激化したことから、1985年まで旅客営業が継続できたオート優先との共用部分を除いて、1934年7月に大部分の旅客輸送を廃止して、貨物輸送のみを行うようにな、 しかし、貨物輸送も1990年代に運行を休止し、現在では大部分が使用されていない。なお、大手ト船線の大部分は、ラーシー線の一部として、現在も使用されている。19世紀半ば、パリを中心とする放射状鉄道がいくつか建設されたが、それらは鉄道会社ごとのターミナル駅を連絡する計画を書いていた。年ほどの間に、 各鉄道会社のターミナル駅がパリ市内でまだほとんど手つかずだった土地にそれぞれの会社の方法で建設された。すなわち、1837年にパリ・サンジェルマン鉄道のサンラザール駅、1840年にベルサイユ・サガン鉄道のモンパルナス駅、1840年にパリ・オルレアン鉄道のオステルリッツ駅、1846年北部鉄道のパリ・キタ駅、 1846年に、総鉄道のアンフェール城門駅、ダンフェールロシュロー駅、1849年に、パリリオン鉄道のリオン駅及びパリストラスブール、鉄道ストラスブール駅、パリ東駅がそれぞれ建設された。この混沌とした状況は、市内交通が未だ不十分だった首都パリに、不可否的な貨物の基礎や、市内10ターミナル駅間での乗客等の乗り換えによる、 混乱を引き起こした。特に、1841年以降、DAL の城壁が建設されたことにより、要塞化していたパリにとって、兵士の食料や兵器等の物資補給のために、補給路の確保が急務であったことは、明らかだった、お、パリが、現在の20区の大きさになったのは1860年のことである。各鉄道会社は、 ターミナル駅間の乗り換えシステムの構築に消極的であった。むしろ、新たな防御用の城壁、ティエールの城壁、1851年12月10日で暮れ、内でターミナル駅を接続すること、また、その建設工事によって失業者に仕事をもたらすことに関心を持っていたのは政府であった。このサンチュール、ベルト状の鉄道路線は、400万フランの国家予算。 および、関係5社、ルーアン鉄道、オルレアン鉄道、ストラスブール鉄道、北部鉄道および、リオン鉄道。なお、各社は、接続駅の共同経営のために組合を統合させられた。による100万フランの分担金によって建設された。セーヌ川左岸のオートゥイユとオルレアン駅、ゲンオステルリッツ駅との間の延伸工事は、工事費用2200万フランと見積もられていたが、 1861年6月14日のデクレによって公共工事とされた。アプティト・サンチュールは当初、パリの各ターミナル駅から放射状に伸びる線路を互いに連絡することと戦略的要請からパリの城塞、ティエールの城壁の内部を連絡することの2を目的として全長 32km の伏線で建設された。線路はマレ賞に沿って高架の上、 あるいは掘り割り、所々トンネルの中を走っていた。最初に建設された区間は、パリ北部のバキニョルからラ・シャペルの北部鉄道の路線までの間で、1852年12月11日に開業した。その後、1854年3月25日に、パリ北部のラ・シャペルからパリ南東のノベルシーまで、同年5月2日にオートゥイユ線。 1867年2月25日に、サガンオートイユからグルネル経由イブリーまで、そして、シャンドマルス分岐線が相次いで開業した。最後の区間は、1869年3月25日に開業した、クリシー、ウガント、クルーセル、オートイユ線との直接接合部だった。新しく建設された、プティトサンチュールは、 1870年の不仏戦争で、その有用性を直ちに発揮し、1870年7月16日から1871年3月17日までの間に延べ80万人に及ぶ兵士輸送に寄与した。しかし、不仏戦争はプティトサンチュールの不十分な輸送能力をも明らかにし、1877年のグランドサンチュール建設につながった。その結果、 段階的な貨物取扱量の減少や旅客路線の飽和状況の解消がもたらされた。ウガンでは当初地上に路線が建設されたが、1889年の博覧会開催に向けて東部で5メートルほどプラットフォームの高さを上げ、北部では6から7メートルほど掘り下げて地上運行を廃止した。19世紀末から20世紀初頭にかけて、 現在のパリメトロ2号線及びパリメトロ6号線がプティト・サンチュールの内側で開業する。1931年6月7日、パリ市議会にプティト・サンチュールの旅客輸送を廃止すべきとする報告書が提出される。報告者であるジョルジュ・プラドはプティト・サンチュールの最盛期が1890年から1900年までであり、その旅客数が パリ城壁内の総旅客数の10%を決して超えなかったこと及び1930年に軽うじて1%を超達に過ぎないことを明示した。なお、TL の城壁は1919 19年から1929年にかけて解体されており、この頃には戦略的要請も低下ないし消滅していた。旅客の輸送は1934年4月1日に終了し、 以降、バスの PC 線が代行輸送することとなった。その後西側のポンカルディネからオートユーまでの通称オートユー線は1985年まで利用されたが、1988年、ラーシー線がポントワーズ、アルジャントユー方面へ延伸した際にそのルートを提供した。15区のビッグトール通りと16区のオートユーモを結び、セーヌ川を渡っていた。 高架橋は1958年に解体され、路線の西と南は離れ離れになった。1934年以降はもっぱら貨物列車がプティトサンチュールを利用した。南部では1976年までグルネルのシトロエンの工場。現在はアンドレシトロエン公園になっているに、1979年までボージラールの都殺場。現在はジョルジュ・ブラッサン公園になっているに、 1991年まで、ゴブラン駅13区のオリンピアード地区にあったに通じていた。また、1980年代の末までパリのターミナル駅の間を列車を移動させるのにも使われた。貨物輸送は1990年代の初めまで行われた。ま、たよりまでの区間は、ラーシー線として、現在も運用されている。駅舎の一部は、カフェや店舗などに見せ貸しされている。 現在、プティト・サンチュールは放置されている。信号システムは作動する状態にあるが、列車の運行は完全に中止されている。例えば南部分の路線は、メトロ14号線の建設で出た、廃道処分するために整地された。2013年現在、プティト・サンチュールは、北のポルト・ド・クリシー駅付近、サンラザール駅北側から、パリの東部を通って、 南のポンディーがリグリアの駅付近までの間に2 3トルのルが残っている。パッシー・ラ・ミュエット旧駅舎。現在は、レストラン・ラガレから、オートユー旧駅舎に至るまでの西側の部分はレールが完全に取り除かれている。2007年、パリ市と土地の所有者である、フランス鉄道線路事業公社との間で、一時的な占有の後に所有権を移転し、最終的に景観及び、 自然の保全をした上での一般公開を行うとの使用方法を関する合意がなされた。その後、あるアソシアシオンが清掃や一般公開のために必要な改良等を行うことを強化された。この敷地部分は2007年12月21日から自然歩道として一般公開されている。ビクトール大通りとの接続部分、ポイント X の名で知られている。は 数ヶ月間、技術上の問題から切断されていたが、トラムウェイ T2 号線のポルトド・ベルサイユ駅方面、遠心電工事の後方基地への通路を確保するために、2007年、初頭に再開された。線路は13区のアブニュード・フランスのところでも、同様に分断されているが、これは工事用トラックの出入りのために錆びた、廃線路の上に一時的に、コンクリートの仮道路を作ったためあり、 これを取り除けば再び繋がり、グルネルからアブニュード・クリシーまでの線路は分断なく再利用可能である。トラムウェイを延伸するために使うという案もあり、具体的には現在の T3 号線の延長、サンドニ市内から延伸する予定のトラミーと呼ばれる計画線の予定が上がっている。詳しくはトラムの項を参照。プティト・サンチュールに立ち入ることは、 1969年6月10日デクレによる改正後の1942年3月22日デクレ5条によって厳格に禁止されている。実際、敷地は金網や塀で囲まれており、様々な植物が生い茂っている。プティトサンチュールの再利用についてはいくつかの計画が持ち上がっている。一部の駅舎は再利用されている。 公術の駅一覧を参照。2010年代に入って、急激に増加した、シリアなどのアラブ及び、アフリカ諸国やロマの移民、難民の増加により、プティトサンチュールの特に北側、アブニュードクルシー、ラシャルサンドニカンの敷地において、難民たちが建てたバラックが増加している。上下水道や、電気のない環境で、2015年12月15日の、 ルパリジャン氏の報道によれば現在約400人が住むラム街と化しており社会問題となっている。特にこの集落に住む難民の子供たちについて NGO 団体が救済を求める声を上げている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。